こんにちは、ノアです。本日もブックマーカーを作っていこうと思います。いろんな素材でね作ってみようと思うんですが、まあ、季節ちょっと違うんですが、スノードームの中にまたマスキングテープで入れていきたいんですが、これ B サイドレーベルさんのペンギンシリーズなんですが、このペンギンが大好きだというお友達がいまして、プレゼントしようと思います。で、裏側をこのアリスちゃんちょっと入れていきたいなと準備します。これが表裏になるようにしようと思います。で、もう一つの方はこの星座を使っていこうと思います。これは私物を作っていこうと思いますので、で、12星座の中でちょっと選んでみたのが、サソリ座の女のサソリですね。スコーピオンと、水亀座。ここ、アクエリアス。私、なぜか水亀座に憧れるんですよね。かっこいいじゃないですか。水亀座ですよ、だって。水亀座ですよ。かっこよくないですか？前なんか、テレビで、どの干支が一番かっこいいかみたいなトークをやってたんですよね。辰年が一番、やっぱかっこいいんじゃないかと。星座の中で何が一番、かっこいいと思いますかね？これは、ちょっと、皆さんにアンケートを取ってみたいですね。統計とか。で、こちら、両方とも硬化していきます。これ。一枚ずつ剥がせるバラがあったんですよ。私バラ大好きで、桜とバラが一番好きな花なんですが、やっぱバラで作りたいじゃんと思って。あえてマスキングの模様を蝶々の柄にしたら可愛いんじゃないかと思いまして。こうしよう。余談なんですが、私いつも、ちょっと机とカメラ位置の関係で、正座して作業を行ってるんですね。なので、今、この世の終わりなんじゃないかっていうぐらい足が痺れています。なので、皆さん、作業するときは、正座でやらない方がいいかもしれないです。じゃないと、ちょっと動いただけで死にそうになります。はい。向きをね、間違えないように入れないといけませんね。尋常じゃなく足がしびれます。マーメイドのスタイルになったので、私からはカメラがよく見えません。すみません。はい、ではまずスノードームの方やっていこうと思います。マスキングを剥がします。出したこれデコポッチですね。デコポッチでのり付けしていきます。で、
アリスを入れていこうと思います。アリスの足元にちょっと星入れてみました。で、これ裏表を完全に乾かしていきます。で、こっちはこうですね、裏側は、はい、スノードームの中に星座ができました。2つで、ちょっとここら辺カクカクしてますけど、後でちょっとラメとかでごまかそうと思います。ごまかすって言っちゃった。蝶々が硬化できたので蝶々の方に移ります。これも全く同じ作業です。いい感じ。はい、これで絵柄がちょっと揃ってるところがいいですね。はい、ではこれで乾かしていきます。はい、では完全に乾いてきたので、上にデコポッチをまたコーティングして乾かしてきました。これ全部そうです。もう全部コーティングしてあります。で、そこでこれらをちょっと混ぜ込んでいこうと思います。片面ずつね、やりましょう。これは蝶々はこのままでいいかななんて思ってます。はみ出さないようにした方が綺麗に仕上がるので気をつけてください。で、宇宙の方に白のオーロララメを入れていきます。これ黒に入れるとどうやら緑色に光るらしくって、ブラックオパールみたいになるらしいです。青い背景にこのラメを入れたらどうなるかをちょっと見ていこうと思います。この指は何だって感じですよね。アリスにはちょっと青系を入れていこうと思います。服が青だからいいかなと思って、ちょっとそれぞれのフォローを足しましょうか。はい、ではその間にこれらに丸カンをつけていこうと思います。で、ストーリーつけていきます。これアジャスターなんですけど、ネックレスとかの、私はこれをよく使いますね。この丸カンとの間につなぎます。ここにアジャスターの先を入れます。で、閉じます。で、一つはちょっと月をつけたいので、月のパーツがつけられるようにしていこうと思います。金と銀でちょっと変かな。これしかなくて、月のパーツが、これだけでも可愛いんですけどね。はい、こんなパーツ作ってみました。バラと玉。はい、こんな感じで全部の裏表の硬化が終わりました。で、それぞれにつけていきたいと思います。
はい、まず一つ目、月と月の位置もうちょっと下でもいいかな。お月様とペンギンとアリスですね。まずこれ1個目。2つ目は星座のマスキングテープとキラキラしてます。この私の大好きな憧れる2月のアクエリアスの星座、こんな完成です。3つが出来上がりました。で、最近ブックマークをたくさん作ってるんですが、こういった B サイドさんのものとかを作って販売とかができないので、これは友達にプレゼント しようと思います。で、こういったものも基本的に中をいろいろ作ってっていうのはできるんですが、マスキングテープを使ったものっていうのは販売できないので、その辺、その点はご了承ください。でも、こういうのがというリクエストがあれば販売もしております。メッセージ欄にでもご連絡ください。では、いろんなマスキングテープをアレンジして、またまた、いろんなブックマーカーを作ってみたでした。じゃあ、これが届く友達、待ってろよ。またねー。